欧州経済共同体、欧州経済共同体、欧州経済共同体、ヨーロピアンエコノミックコミュニティ、略称 EEC は、1957年に設立された、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルクセンブルク、オランダとの間での経済統合を実現することを目的とする国際機関、ヨーロッパ経済共同体と表記することもある。 上記6カ国の他に、その後別の6カ国が加わり、また1967年には、機関が欧州石炭鉄鋼共同体と欧州原子力共同体との間で統合され、欧州諸共同体と呼ばれる体制に移行した。1993年に欧州連合が発足した際、欧州経済共同体は、欧州連合の三本柱構造における第一の柱である。 欧州共同体とされたが、2009年のリスボン条約の発行によって廃止された。他方で欧州経済共同体の機関は欧州連合に継承されている。1951年、欧州石炭鉄鋼共同体設立条約が調印され、欧州石炭鉄鋼共同体が設立された。欧州石炭鉄鋼共同体は超国家主義と国際法に基づく、 国家間共同体であり、ヨーロッパの経済に寄与し、また加盟国の間で統合することにより将来の戦争を回避するということが狙いとなっていた。その後ヨーロッパが州国を樹立しようとする目的から、欧州防衛共同体と欧州政治共同体という二つの共同体を設置しようとする動きがあった。ところが、欧州石炭鉄鋼共同体の議会組織である、 共同総会において、公社の設立条約が起草されたものの、欧州防衛共同体設立構想は、フランス国民議会により否決された。欧州石炭鉄鋼共同体最高機関の委員長であったジャンモネはフランスでの拒否に反発して委員長を辞任し、政治分野での統合よりも経済分野での統合を進めるための新たな共同体を設置するこで活動を開始した。 1955年のメッシーナ会議の後、ポールイコール、アンリ・スパークは、関税同盟についての報告案を準備する作業を任された。いわゆるスパーク報告書は、1956年のバル・ドゥシェス上での政府間協議の土台となり、王林報告書と共に、スパーク報告書は、欧州経済共同大設立条約の基礎となった。1956年、スパークは、 バルデシェス城で行われた共同市場と欧州原子力共同体に関する政府間協議の進行役を務め、そこで欧州経済共同体設立条約、ローマ条約を作成することが決まった。そして1957年3月25日、欧州経済共同体を設立する欧州経済共同体設立条約が調印された。二つのローマ条約により、 欧州経済共同体、英略省、EEG と欧州原子力共同体、英略省、ユラトムが設立された。しかしながら一部の加盟国が主権を侵害されると反発したことにより、両共同体は従来の共同体と比べて超国家的な性格が極めて抑えられたものとなっていた。1958年1月16日、バルドシス城において、 初のハルシュタイン委員会の公式会議が行われた。欧州経済共同体は関税同盟を設立することが目的とされ、一方で欧州原子力共同体は原子力エネルギー分野における協力を促進するものとして設立された。欧州経済共同体は三共同体の中でも最も重要な地位を急速に占めることになり、またその活動範囲も広げていった。 欧州経済共同体における最初の大きな成果の一つは1962年に農産品の共通核水準を設定したことである。1968年には特定製品に対する域内での関税が撤廃された。ところが共同体では1962年に共通農業政策をめぐって緊張が走ることになる。全会一致でまとめられた決定による 移行期間が終了することとなり、閣僚を理事会における多数決が実施されることに行った。これに対して、当時のフランス大統領、シャルル・ド・ゴールが彫刻家主義的な決定に反対し、また他の加盟国が共通の行政策の採決に当たろうとすると、議場からフランス政府の代表を退出させる空席戦術で対抗し、フランスが再び拒否権を与えられるまで採決を阻止した。 このため1966年1月29日に、いわゆるルクセンブルクの妥協がまとめら、国益に関わる案件については加盟国の拒否権を認めるという新式協定がなされた。1967年、統合条約が発効した。この条約により、欧州石炭鉄鋼共同体と欧州原子力共同体の機関が、欧州経済共同体の機関に統合され、 議員総会と欧州司法裁判所を3共同体で共有することになった。このため3共同体は全体として欧州諸共同体 AEC と呼ばれるようになる。諸共同体は統合が進められてはいるがそれぞれで独自の法人格を有していた。その後の基本条約において欧州経済共同体は経済分野における高度な統合に関する 物以外にも新たな権限が与えられていくようになった。政治的な統合という目標と平和で統一されたヨーロッパに近づいていく様子をミハイル・ゴルバチョフは欧州共通の家と表現した。1960年代には初の拡大を実行しようとする動きがあった。1960年5月3日、デンマーク、アイルランド、ノルウェー、そして イギリスは三共同体への加盟を希望する旨を伝えた。ところが、フランス大統領、シャルル・ド・ゴールは、イギリスの加盟を、アメリカ合衆国の影響力を及ぼすためのトロイアの、木馬と考え、加盟に対して反対し、これら四カ国の加盟手続きは停滞することとなった。1969年6月20日、ド・ゴールの辞任後、ジョルジュ・ポンピルが、 フランス大統領に就任したことを受けて、これら4カ国は再び加盟を申請した。イギリスは1970年に、親、ヨーロッパ的なエドワード・ヒース政権のもとで、加盟協議を開始したが、共通農業政策に対する意見の相違や、コモンウェルスとの関係について対処することを迫られた。しかしながら2年後には、加盟条約が調印され、 国民投票で批准が拒否されたノルウェーを除く3カ国が共同体に加わった。欧州経済共同体設立条約では欧州議会について直接選挙の実施を義務づけていたが、これにはまず閣僚理事会における共通の選挙制度について合意を必要としていた。理事会ではこの問題が先送りされており、議会の議員は 各国政府による任命制が取られていた。またドゴールは議会の機能拡大に反対的であり、辞任後も議会に与えられたのは財政に関する権だけであった。議会は選挙についての同意を迫り、そして1976年9月20日に理事会は選挙に必要な法令について合意したが、選挙制度の詳細については保留された。 全金水委員会の任期中である1979年6月に全議員を選出する欧州議会議員選挙が実施された。新たな議会は直接選挙と権限の拡大により、議員はその職に専念することができるようにな。選挙後間もなく、議会は欧州旗を共同体の旗として採択するよう提唱した。欧州理事会はこの提案に賛成し、 1984年にヨーロッパのシンボルを共同体においてもシンボルとして使用することを決した。1975年6月12日、ギリシャは民主制へ復帰したことを受けて共同体への加盟希望を表明し、1981年1月1日に加盟が実現した。ギリシャに続いてやはり民主制に復帰したスペインと、 ポルトガルも977年に共同体への加盟希望を表明し、1986年1月1日に両国は同時に加盟した。1987年にはトルコが正式に共同体への加盟を申請し、協議が続けられているが、未だ加盟は実現していない。その後も拡大が見込まれ、また協力分野を広げたいという考えがあったことから、単一欧州議定書が、 加盟国の外相によって、1986年2月17日にルクセンブルク市において、同月28日にハーグにおいてそれぞれ調印された。この議定書では、気候改革や権限の拡張、外交政策における協力、単一市場について扱われ、1987年7月1日に発行した。単一欧州議定書は、 欧州連合条約に関する作業に影響を与え、1991年12月10日に合意に達し、その翌年に調印された。そして1993年11月1日、欧州連合条約が発行し、欧州連合、英略省、EU が発足した。欧州連合は、欧州経済共同体を三つの柱の一つとして、内部に組み入れた。 欧州経済共同体の対象とする活動分野は欧州共同体とされ、その彫刻家的な機構は残された。欧州経済共同体の初期間は欧州連合における機関とされ、一部はその名称が改められたが、他方で欧州司法裁判所、欧州議会、欧州委員会は残り二つの柱に対して関与の余地が限られており、これらの機関は 欧州共同体の分野に比べて政府間主義的なものとして機能することとなった。2009年にリスボン条約が発効したことによりこの3つの柱体制は廃止され、共同体自体も消滅した。欧州経済共同体の主たる目的は、設立条約の全文に謳われているように平和と自由を維持し、ヨーロッパ諸国民のより密接な統合の基礎を構築することである。 均衡の取れた経済成長を掲げて、この目的は一域外に対する共通の関税制度を有する関税同盟の設立に農業、運輸、通商における共通の政策3ヨーロッパの他の地域への共同体の拡大によ達成されるものとされた。関税同盟について、ローマ条約は関税を10%削減するとし、またい外からの輸入を 最大20%とすることが規定された。関税同盟については、計画よりも12年早く進められたが、フランスはアルジェリア戦争により進展の遅れを余儀なくされた。欧州経済共同体と他の2つの共同体を設立した6カ国は、インナー6と呼ばれることがある。これに対して、欧州自由貿易連合を形成した国は、アウター7と呼ばれた。この6カ国とは、 フランス、西ドイツ、イタリアとベネルクスの3カ国、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクである。最初の拡大は1973年に、デンマーク、アイルランド、イギリスが加盟によってなされた。1980年代には、ギリシャ、スペイン、ポルトガルが加盟した。1993年に、欧州連合が発足した後も2007年までに、さらに15カ国が加盟している。 加盟国は各機関において何らかの形で存在を示すことになる。閣僚理事会はそれぞれの政府を代表する各国の閣僚によって構成される。また加盟国は最低一人の欧州委員会委員を出す権利を有しているが、欧州委員会はそれぞれの出身国の利益ではなく共同体の利益を求めるものとされている。2004年まで規模の大きい加盟国、 フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、スペインは、委員を二人ずつ出していった。欧州議会においては人口に応じて加盟国別に、議席数が配分されているが、直接選挙が行われるようになった1979年以降、欧州議会議員は加盟国別ではなく政党ごとに、議席を持つことになっている。このか、欧州司法裁判所などほとんどの機関は、何らかの形態で、 その構成を国別に出している。欧州経済共同体には執行と立法の権限を持つ政治的な三つの機関と一つの司法機関、1975年に設立された機関がある。欧州会計監査員を除くこれらの機関は1958年の欧州経済共同体の発足と同時設立されたが、1967年以降は、 三共同体全てを管轄している。閣僚理事会は加盟国政府を、欧州議会は、域内の市民を、欧州委員会は、ヨーロッパの利益を代表している。原則として、理事会、議会、あるいは他の機関は、委員会に対して、法案策定を要求する。委員会は、法案を起草し、承認を求めて、理事会に、意見を求めて議会にそれぞれ提出する。 立法手続きの種類にって一部の事案において議会は拒否権を持つ。委員会の義務は共同体の通常の業務を行うことで政策を確実に実行することであり、他の機関が必要な行動を怠った場合には委員会は欧州司法裁判所に提訴することができる。1993年の欧州連合条約発行以後はこれらの機関は 欧州連合の機関とされるが、一部の分野では三つの柱体制のもとで権限を制限されているものある。しかしながら、特に機会は、立法と委員会の監督に関する権限が強化されてきている。欧州司法裁判所は、共同体の法的紛争を解決するにあたって、最高の決定権限を有している一方で、欧州会計監査員は、調査権限を持つのみである。 欧州経済共同体は、共同総会や司法裁判所などの欧州石炭鉄鋼共同体の機関の一部を欧州経済共同体や欧州原子力共同体を対象とするように権限を拡張させる形で継承している。しかしながら欧州経済共同体、さらには欧州原子力共同体は欧州石炭鉄鋼共同体とは異なる。 執行機関を持つこととなった。欧州石炭鉄鋼共同体の閣僚理事会の会合に変えて、欧州経済共同体理事会、欧州石炭鉄鋼共同体最高機関に変えて、欧州諸共同体委員会が設置された。名称以上に、両者の間で異なるのは、当時のフランス政府は最高機関の彫刻家主義的な権限に対して不信感を抱くようになり、 また政府間主義の性格を持つ理事会が優先されるように最高機関権限を抑制することを求めていた。そのため理事会は共同体の運営について執行権限が強化されていた。1967年のブルッセル条約発行により欧州石炭鉄鋼共同体と欧州原子力共同体の執行機関欧州経済共同体のそれに統合され、 三つの異なる共同体を運営する単一の機関体制が作られた。この統合以降、欧州諸共同体という用語が各機関の正式名称に用いられるようになった。例示すると、欧州委員会の正式名称は従来、欧州経済共同体委員会であったが、この統合により欧州初共同体委員会となった。欧州初共同体理事会は、 立法と執行についての権限を有し、そのため共同体の主たる政策決定機関となっていた。議長国は加盟国間の輪番制で、任期は6ヶ月とされる。理事会は基本条約には定めがないものの、理事会と同じような基礎を持ち、加盟国の首脳によって1961年から開かれている会合である欧州理事会とを連携している。理事会は、 各加盟国からの閣僚で構成される。ただし、理事会は扱う事案ごとに会合が開かれる。例えば農業について議論される場合、理事会は各国の農業担当閣僚が集まって開かれることになる。出席する閣僚は自国政府を代表し、また自国の政治制度に対して説明責任を持つ。投票は人口に応じて配分された票数による多数決。 あるいは全会一致で行われる。このように様々な形態で出席する閣僚は、欧州議会の立法や財政に関する権限を共有している。欧州諸共同体委員会は、共同体における執行機関であり、また共同体の法令を起草し、日常の運営を担って基本条約を支えている。委員会には独立した地位が与えられ、 共同体の利益を代表することとされているが、実際には各加盟国の代表で構成されている規模の大きい国から2名ずつ、それ以外の国から1名ずつ。また、委員の一人は欧州理事会によって指名される委員長とされ、委員会の代表を担う。共同体において、欧州議会、従来は欧州議員総会は、理事会や委員会の諮問的な機能しか有して、 いなかった。立法手続きには種類がいくつかあるが、当初は議会が諮問を受けても、その意見が取り入れられないということがある諮問手続きしかなかった。その後単一欧州議定書により権限が強化され、同意手続きにより拒否権が協力手続きにより、理事会で全会一致としない事案については理解と同等の権限が与えられるようになった。 1970年と1975年予算条約により欧州議会は共同体の予算について権限を持つようになった。議員は1979年まで国内議会の議員が務めていた。ローマ条約では理事会が選挙制度を定め次第直接選挙を実施することが求められていた。ところが選挙制度はなかなかなされることがなく、 実際に選挙が行われたのは1979年のことであった。その後欧州議会は5年ごとに選挙を行っている。欧州諸共同体司法裁判所は、共同体の法についての最高位の裁判所であり、各加盟国から判事が出され、5選で長官が認じられている。司法裁判所の役割は、すべての加盟国における共同体の法の等しい適用を確保すること。 共同体の機関や加盟国との間での法的紛争を解決することである。共同体の方が国内法に優先することから司法裁判所は強力な機関となった。5番目に設置された機関は欧州会計監査院であるが司法裁判所とは異なり法的権限は付与されていない。ただし会計監査院は共同体の予算から拠出される納税者からの資金が 正しく使われている言うことを確保するという役割が与えられている。会計監査員は毎予算年度における監査報告書を理事会と議会に提出し、予算策定や不正防止活動に関する意見や提言を出している。会計監査員は1975年に設立されているが、基本条約において言及がなされていない期間である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。